この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよね。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。それではね、早速 ARK アベレーションの方を早速ね説明していきたいかなと思います。まあね、基本的にこのゲームはですね、この素っ裸の状態で始まります。はい、素っ裸の状態でいきなりポンと置かれます、島のどっかに。島っていうのかな、場所っていうのかな、わからないけど、まあこういう風にまあ置かれて、まあここからまずは素手でいろいろこういうのを三角ボタンでむしっていきます。もう連打ですね。まあとりあえず最初は序盤は初心者用の教える雑談になると思うので、後々最後の方はちゃんとトライブのことを話したりだとか、このアベレーションについてのね語りとかをしますんで、よかったら見てください。おお、ゴーゴーおっと、あいつ待って、あれに喧嘩売っちゃうか。そうか、あれ勝てるか。じゃあちょうどいいや、見届けるか。ゴーいけるか、いけるか。それ結構強いやつだけど、117レベルのカルナだとちょっと厳しいんじゃないかい。大丈夫か。おおお、お、逃げてる、逃げてるぞ。おお、休憩してる場合じゃないぞ、お前。おお、おお、いけいけ、いけ、いけ、倒せるぞ、倒せ、倒せ。おお、倒せ、いいね。と、まぁ、こんな感じで、見てわかるとなんですけど、ん？見てと、ん？見てわかると思うんだけど、ここに存在している生物、動物、恐竜、すべて、9割型、ゲットして乗ることができます。はい。地を這うもの、土に潜るもの、空を飛ぶもの、その他もの、壁を這うものもいます。はい。で、まあ、そういうのをね、ゲットするには、まずね、まずこの目の前にいるこのドードくん。このドードくんをテームすることから始めましょう。ドードを、まあ、殺すもよし、仲間にしてもよしなんですけれども、まあ、最初は殺してもいいかな。まあ、素手で殺せます。素手で攻撃するときは R2 ボタンで殴ります。はい。でこれでドードに近づいてペシッとペシッとペシッと、これ動物愛護団体が黙ってないかもしれないけど、でまあ一回気絶するんですよ、こうやって。でなおこの気絶状態の動物を殴ると死ぬんですけど、この状態で先ほど取ったこの木の実、赤色、紫色、青色、黄色を食わせるとこいつ食べます。今食べてます、この子。ちょっと顔見えるかな。で今気絶度って書いてあると思うんだけど、それが紫色のこのゲージがゼロになっちゃうと起き上がっちゃう。でどうやったらこの気絶度が回復するのかと言いますと、まあこいつのイベントリー三角ボタンで開いて、この黒いナルコベリー、これを相手の中に入れます。丸ボタンを長押しするとここに入ります。はい。そしてこのナルコベリーをカーソルこの合わせた状態で R2 ボタンを押すと無理やり食わせることができます。でちなみに今のナルコベリーは食わせると気絶値が上がります。見てるとわかると思うんですけど、さっきグンと言ったかな、もう伸びないか、あ、伸びた。こんな感じでやります。はい。草むしって黒いナルコベリーってものが出たら、まあ、こうやって捕まえるとき用に、気絶値を上げることができます。気絶が解除されて起き上がると、下の黄色い、なんだ、テイム中っていうのが出てると思うんだけど、テイムイコール仲間にするっていう意味です。はい。だから、下のこの黄色いゲージがマックスになると、この子は自分のものになります。はい。まあ、ちょっと見届けましょうか。まあ、一応その間に草むしろ。暇さえあれば草むしろ。うん。最初はね。で、最初、手元にね、本当は何もないんですけど、僕今ちょっと結構いろいろ揃っちゃってんだけど、今、あえて全部抜いてんだけどね。で、もちろん自分ね、空腹で死にます。で、脱水症状が起きたら死にます。はい。で、高いところからジャンプすると、骨折で死にます。はい。で、木を殴るとダメージを受けて死ぬこともあります。はい。
おっと、ドードがゲットできた。うん、名前をつけよう。K。まあ、こんな感じで、テイムします。そうすると、こいつ勝手についてきます。こんな感じで。これで、まあ、こいつはもう仲間になったと。で、自分が襲われたら、こいつは身を犠牲にしてまで、そいつを殺すまで、自分が死ぬまで戦ってくれます。はい。で、もちろん餌もあげないといけません。餌をあげるときは、イベントリー、カーソルをこいつに合わせて、四角ボタンを押すと、あの、イベントリー。こっちが、この今捕まえた鳥のポッケの中。で、こっちが俺のポッケの中。で、またこうやって木の実を入れてあげると、これ入れておけばそのうち勝手に食べますんで。そうするといいです。はい。で、こいつなんとね、掴めます。掴むこと可能です。はい。こうやってね、安全地帯にね、ポイって投げておくのもありですね。で、こいつメスだと、無精卵産むんで、その卵を、食用としても使いますね。まあ、とりあえず、投げましょう。ほい。で、ついて来られてもちょっと困るな。いや、まあいいや。まあいいや。来い。まあいいや。でですね、もう一つ、このアベレーションでちょっと注意しておきたい点があるんですけれども、まあ、とりあえず、今歩いてると思うんですが、コントローラーの、この動く部分、左スティックですね。左スティックをグッと押し込むと走ります。ただこれもやっぱスタミナがあるので、スタミナが切れた状態で走ると、走り続けたり、こうやって攻撃をし続けると、スタミナが減るんですけど、それをずっとやっていると気絶してしまって、気絶している間は何もできません。はい。で、ちなみにこの目の前にあるこの赤いキノコ、これすんごく危険な毒なんですけれども、いびつな形が一つだけあります。それが一番やばいんです。この丸っこいのは全然いいの。この丸っこいのはもう三角ボタンでむしれちゃうんですよね。ただ、まあ、これって丸いのがあるんだけど、一個だけここ、やっちゃった。これ。これですね。はい、これ幻覚って言うんですけども、まあ、通常初期段階でこれ起こると死にます。はい。で、これをどう回避するかと言いますと、これなんか、一個だけなんか、なんていうのかな、タケノコの里みたいな感じの、なんかちょっと、いびつな形のものがあるじゃない？ちょっとドードを送るわ。ドードを、ここ、ドードが今立ってるところ。この小鳥さんが立ってる目の前のキノコだけちょっと、三角形状になってると思うんだけど、それが、幻覚を見せるキノコですね。で、他の赤い丸いキノコは、大丈夫なんだけど、赤いキノコがあったら近づかないことですね。はい。これがアベレーションでおける結構みんなが初心者が死ぬやつですね。体力100あっても死にますね。はい。そしてですね、このアベレーションというのはですね、ARK におけるサーバーの中で一番難しい場所となっていますので、まあちょっと歩くだけで危険なモンスターがもう目の前にいるんですけど、あれスピノサウルスと言って、まあ川に生息している、とても獰猛なでかい恐竜ですね。はい。で、あとちょっとね、もうちょい走っていくと、まあこうやってキノコがあるんだけど、これキノコです。木じゃないよ。キノコだから。これキノコ。太くて硬くて長いね。立派だわ、ほんと。ん？いやいやいや。今のセリフを下ネタ風に受け取ったのは君の頭がピンクなんだ。うん。おっと、お腹が空いてしまった。お腹が空いてしまった時は、とりあえず草むしって、で、先ほどキノコも、手づかみでむしったと思うんだけど、これ実は食べれます。ただ、このキノコ食べちゃいけません。はい。強い麻酔薬としての効果があるって書かれているので、これを食べてしまうと、気絶します。はい。で、最悪の場合、気絶してる間に肉食獣に襲われて死にます。はい。で、まず最初何をしなきゃいけないか。素手で殴る。そうすると、藁とキノコが手に入るんですけど、まあ、キノコ、この大きなキノコか、木材。で、構いません。で、これでどんどんね、やっていきます。で、ちなみにこれ、木やっぱり殴ってると、やっぱり人間なんで木ぶん殴ったらやっぱり痛いっすよね。
うん、この子もやっぱり痛いんです。はい。なのでずっとダメージを受けるんだよね。だから本当はあまり殴っちゃいけない。うん。でも初期段階では、装備がないから、殴らずとも。なんか殴らなきゃいけない。うん。で、石も拾うんだよね。石ここら辺落ちてないかな。あのね、石ね、ここら辺拾えるんじゃないかって思うけど、これ拾えない石なんだよね。拾える石は、なんていうのかな。ちょっとね、光ってるっていうか、色がおかしいんだよ。あ、あれそうじゃないかな？これとかそうじゃない？違うか。あ、そうだ。これだね。ほら。なんか、取りやすそうになんか浮いてる感じ、これ。あ、キノコだ。まあ、こんな感じですね。で、取ってから、こっち。イベントリを開くには、自分のバツボタン押すと、イベントリを開きます。で、イベントリの横、ここを押すと、まあ、こうやって自分で、ロックを解除した時の作れるものが出てきます。で、最初は、このピッケル。これを作ります。はい。で、作ったらこれをまあ適当な位置にね、こうやって装備して、で、下にあるカーソルのボタンを押すと、これで手で持ちます。で、あとは、同じようにまた、こうやってやると、石と、これ、火打ち石。まあ、これでもう作れるかな。で、火打ち石とか出たら、次は、こういうの作れるんだよね。これ。で、あとこっち、松明ね。で、その後なんか、いろいろ余った、繊維。この繊維が必要なのが、草虫行ったら繊維は出ます。よいしょ。で、作るときはそこにカーソル合わせて丸ボタンを2回連打。よいしょ。で、早速切りましょう。よし。で、斧もセットして、松明もセット。松明はもちろん、持ったら明るくなります。ここのアベレーションという場所はですね、洞窟をメインとして、天井があれなんですよ。ここ全部洞窟なので、地上というわけではありません。全部洞窟の中という設定です。はい。よいしょ。で、斧を作ったらですね、まあ、あとは、ピッケル斧と、この今僕が繊維で作ったこの服装と、おっと俺が襲われると、痛いぞ、なかなか痛いぞ。頑張れ鳥、頑張れ鳥、頑張れ、お前なら倒せる、このワニ倒せる、お前ならこのワニが倒せるはずだ。で、ちなみにこうやってね、ピンチになった時、こうやって近くにいる装飾の方に誘導してあげるとこっち行きます。その間に後ろから攻撃したくないな。初期装備で倒してみるか。よし、倒してみよう。こいつ何レベルだ？ちょっとせこいことします。25レベル。うん。殺す。あーっとー、俺の鳥が殺された。なんなら食われたよ。大丈夫大丈夫。もう仇は取ってあげよう。この初期装備で倒してあげよう。どうしようかな。まず装飾になすりつけて。なすりつかねえ、なすりつかねえぞ。お、なすりついた。よしよしよし。今のうちにケツを叩く。ほっ、おりゃ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 。ワニはケツを取ればこうやってね、楽に倒せます。よいしょよいしょよいしょ。できれば走りながらケツを取ってとりあえず引っ叩く。ほい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 うわー、自分がこれいけるか。ほいほいほい、もうちょい血まみれになってきた。おっしゃ、倒した。まあ、とまあ、こんな感じでね、倒します。結構ダメージ食らっちゃったな。画面が赤くなってますね。まあ、こんな感じですね。で、あとは一人プレイでやりたい方はですね、なんていうのかな、最初は今のワニとかをテイムズが仲間にしたいので、
ワニのお尻をさっきみたいに狙いながら、これ。これを作ると、手で殴るよりも、はるかに、なんていうのかな。相手を気絶させやすくなる道具なんですね。それで、ワニのお尻をペシペシ叩くと、ワニが気絶するので、ワニが気絶したら、先ほどのように黒いベリーを無理やり食わせて、気絶値をゼロにしないようにしながら、ドードとか、先ほど俺が仲間にした小鳥さん、小鳥さんとか、例えばこいつ、こいつを殺してお肉をゲットします。で、お肉をゲットしたら、ワニの中に入れてあげて、そうすると食べるので。で、それを続けてれば、ワニさん、ゲットできます。はい。で、ちなみにワニさん、最初の方ではすごく使います。はい。あれほど使えるものは、あとカルノくらいかな。カルノサウルスってのがいいんだけど。おお、とっとっと。おお、どうした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 うわぁちなみにこれビビです。はい。まあ、結構ね、慣れてくればこんなね、大きなものも、仲間にして乗って、背中に乗って、敵を無双することも可能です。はい。じゃあちょっとね、いろいろ説明したということで、それではちょっと中級ら辺のお話をしましょう。ちょっと装備戻しますね。よいしょ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 。で、これだね。てか俺死にそう。肉食べよう。よいしょ。で、ちなみに今僕生肉食ったんですけど、本当は生肉食っちゃダメ。ダメージ食らっちゃうんでね。ただ空腹の時でもう他に食うものがないっていう時は、まあ生肉食っちゃってもいいかな。よいしょ。もう体力が60しかないね。で、あとこれも装備して。よいしょ。こんなもんかな？こんなもんだね。よいしょ。よし。じゃ、ちょっと一回全部捨てます。よいしょ。んで、まあ、あともう一つね。このアベレーションという場所において、序盤では絶対に喧嘩を売ってはいけない相手が存在します。それは結構ね、見た目的にはね、可愛いもんなんですよ。ただ、その子は、まあ、犬なんだけど、犬に喧嘩を売ると死にます。どんな犬かというと、まあ、ここ今僕の拠点なんですけど、こいつ、この犬を見かけたら、まず喧嘩を売らず逃げてください。はい。こいつは、このアベレーションというマップにおいて、初心者狩りの名人という、そんな感じですね。で、ちなみにこれ、仲間にしちゃうととっても可愛い。ジャンプは高いし、火力はあるし、しかも、普通攻撃は R2 ボタン。こうやって噛みつくんだけど、こいつの場合、L2 ボタンを押すと、落ちてしまう。これ。これ。一応これも攻撃。右フックってやつだね。で、こいつ群れで行動してるんだけど、で、こうやって同じ犬がね、そばにいるときに、吠えると、こうやって返事してくれる。これがまた可愛い。これがまた可愛い。あら、返事しない。返事するんだ。はい、オッケー、可愛いね。うん、まあこうやってね、可愛い恐竜もね、多々います。まあこの頃、ジュラシックワールドとかね、いろいろあって、ラプトルが人気なんですけど、まあ、僕ね、ラプトル252レベルまで強くしました。はい。この子もう最強です。やっぱりラプトル強い。そしてかっこいい。しかも足が速い。この速さ。もう、ここで走ってもすぐ壁行っちゃう。もう、こんくらい速いっすね。で、先ほど、ワンワンで攻撃した時はガブガブだったと思うんだけど、こいつの場合、手数が速くて、もうこんな感じ。もう、連撃で、倒せます敵を。しかも肉食なんで、こいつ敵食ったらそのままお腹に溜まるので結構楽ですね。はい。よいしょ。という感じで、まあこれがまずアークサバイバルにおいて基本的な操作テイム方法って感じですかね。はい。で、あとはオンラインでやるときはですね、
やっぱり最初陣地を取らないといけないので、藁の土台と、まあ、藁の壁とかね、これですね、これが屋根。屋根と、壁。で、これが土台。なんつうのかな、地面。地面つうか床になります。で、これがドア。ドアの、ドアを取り付ける壁。で、これがドアですね。で、これ全部頑張って作って、で、その後こうやって箱を置くといろいろ入れられます。で、一番最初にやんなきゃいけないのがこのベッド。ベッドを作らないとセーブというか、なんていうの、自分の拠点じゃない判定になってしまって、死ぬとランダムで他の場所にポンポン飛ばされてしまうので、最初に拠点を作って、ベッドを置いて、そこから始めましょう。はい。で、じゃあ、ちょっと、トライブの紹介しましょう。まあ、今ね、僕がここいるんですけど、まあ、ここがまあ、まあ、表向きはメインかな。ここが。ここが僕のメインの場所ですね。ちなみに地図で言うと、地図の出し方。右スティックの上にタッチパネルがあるんだけど、右スティックの上のタッチパネルら辺を押すと、これでね、地図を出します。ただ地図これ出しても、いや、見えねえじゃーんってなるじゃん。見えねえじゃーんってなるから、バツボタンを長押しすると、まあ、この状態、あ、バツじゃなかったっけ？バツだっけ？三角か。いや、いいのか？あ？どこだったっけな？同じ場所。ん？同じ場所の場所。あ、そうだそうだ。地図を出したら、地図を出したボタンの長押しします。そうすると、こうやってバーッと出てくるので、左スティックで三人称、あ、右スティックか。右スティックで三人称視点切り替え。すると、こうやって近くに寄ります。はい。で、ちなみにね、これ解除したいときは、R1 ボタン押すと、ん？あ、それ攻撃、あ、あれか、恐竜乗ってるときか。なので、これ、解除できないよってなるかもしれないけど、まあこれ FPS 視点なので、まあ好きな方はね、このままでもできます。で、地図を戻したいときはもう一回タッチパネルを一回押す。そうすると、まあ今、FPS 視点ですね。ほい、ほい。ほい。装備をして、こんな感じです。で、盾を構えると、こんな感じ。全然見えねえな。はい。と、まあ、そんな感じですね。で、あと、基本動作で一番やっちゃいけないことなんですけど、試しにやるにはちょっとここ嫌だな。ちょっとね、一番やってほしくないのがありまして、ちょっと、試すときに、下行きます。よいしょ。まあ、序盤では絶対これで飛ぶことはできません。んどうしたお前ら。お出迎えだよ。顔出てるぞ。お出迎えだよ。お出迎えだ。で、ペットを操るときは、乗る、動く、で、ジャンプできるやつは丸ボタンを押せばジャンプします。で、三角ボタンで降りる。で、三角ボタンで乗るっていう指示なんですけれども、バツボタン長押しで、こうすると、全員、集合とか、停止っていうのがあるんだけど、ここで、ここ、これ押してしまうと、今止まってるやつ全員、自分の場所に来てしまうので、まあ、試しましょうか、一回。ここならいいでしょう。まあ、こうやって集まっちゃいます。したら今、急に止めたんだけど、ここ。ここ押してしまったら、ここ。すぐここ！もうここ押したらここ！うん。って感じだね。で、まあ、ここは何回を吹いちゃっても構いません。もう全員止まってるんで関係ないです。で、一匹だけ持っていきたいとき、バツボタン長押しして、ここ、単体の追尾。すると、今こいつ、追尾中経緯って感じてあると思うんだけど、他のやつは書いてない。ね。名前の下に出てきます。で、ちょっと歩くと、ついてきます。まあ、こんな感じですね。で、止める。はい。まあ、こんな感じです。で、もう一つ、まあ、トライブのことを話すとですね、あと、お二人ほど募集してます。はい。まあ、ちょっとね、今、インしてこない方が結構ね、多発しているので、まあ、1ヶ月くらい経ったらちょっと消しちゃおうかなって思ってますね。
はい。まあ、ちょっと部屋の数もちょっと限りがあるので、ちなみに今脱水になったと思うんだけど、右下が赤く汗ボタンみたいな、汗マークみたいな、出てると思うんだけど、これが出てしまった時は、水を飲まないと死んでしまいます。なので、川の近くに行って、三角。そうすると飲む。うん。で、まあ、僕のトライブに入ってくれればですね、今こうやってなんか、この棒何って思った方いると思うんですけれども、これは、今水道を引いてるんですよね。自分家の拠点に。なので、この自分家の拠点の、まあ人間サイズで行くならここ開けずと、もう、下から潜れるようになってますね。よいしょ。で、かがむときは、右スティックをキュッと押す。で、またキュッと押すとこれなる。立ち上がったりする。で、ここをちょっと長押しして押すと、歩幅前進します。で、また右スティックを押せば立ち上がります。で、あとは、ここの、なんかここが水道。水を飲む。三角ボタンで川に行かずに危険なことせず、家の中で水を飲むことができます。はい。で、水筒を持っている場合、この三角ボタンが出ている状態で四角ボタンを押すと、この水道のイベントリーが出てくるので、そこに水筒を入れる。そうすると、水筒の中に水が満杯になるので、ここのボタンを押すと、またポッケに入るので、これで水汲み完了です。はい。まあ、基本動作はこんなもんかな。うん。で、あとは、まあ、うちのドライブに入ったら、とりあえず、一応、皆さんにプレゼントしてるんですけど、まあ、先ほど乗っていた、このゴーさんの、このカルノサウルス。乗ってみると、すごく小回りが利く上に、走るとやたら速い。そして、肉食獣なので、もちろん攻撃可能。うん、とても強いです。育てれば育てるほど素晴らしいんですが、こいつになれるとでかいの乗れなくなります。なんでかっていうと、でかいのは小回りが効かない上に足が遅いので、やっぱりね、いいところもあればダメなところもあるということで、こいつもね、まあ、範囲攻撃がないんですよ。一点集中で攻撃するしかないんだけど、まあ、やっぱそこはね、個性が分かれるところかなと。はい。うちは、小型は乗れません。スピノだもんね、君はね。そう。で、まあ、そんなところですかね。まあ、とりあえず、皆さん、僕のチームに、トライブというのはチームなんだけど、チームっていう意味なんだけど、まあ、僕のトライブに入ってくれたら、このカルノサウルスを、一人、必ずあげます。はい。で、ただ、いや、もっとでかい、この強いやつくれよっていう風になるかもしれないんですけど、僕的に、最初、やっぱり弱いの。弱いのつか、ほどよいものから、まあ、最初譲ってもらって、で、それを機に、自分で強いのを頑張って捕まえたりすると愛着湧くんじゃないかなと。で、あと、もらったりすると、これ殺したら、やべえ、これやべえ、みたいな、プレッシャー無駄にかかってしまうと思うので、まあ、そういうこともなくね、いけるかなと。はい。で、なんか、こういうの捕まえたいっていう思うのであれば、僕全然協力しますんで、はい。まあ、それは、今言わなくていい。で、まあ、あとはお部屋ですね。やっぱみんな、なんていうのかな。やっぱ自分の場所が欲しいと思うので、一応用意してあります。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。ほっ。ほいよくい。あ、ちなみにここら辺。いじらないでください。こんなことすごくレアなんです。先ほどいたカルノサウルス、茶色だったと思うんだけど、こいつ真緑だと思うんだよね。こいつがクリスマスカラーといって、12月限定のやつで、しかもこいつ見つけたところでみんなポンポン殺しちゃうから、捕まえにくいのよ。うん。とりあえず、飾り。うん。いじっちゃダメ。で、ここが僕たちの、ホテルみたいなお家になります。ここを開くとですね、廊下があって、お部屋がダーッと。こんな感じ。ここも埋まってます。ここも埋まってます。ここも埋まってる。で、ここも埋まってる。で、ここ、階段薄く見えると思うんだけど、ここ登ると、よいしょ。
ここね、先ほどいたゴーさんのお部屋になります。ほい。やっぱね、最初なんで何もないです。こんな感じのお部屋を皆さんにプレゼントします。はい。よいしょちょ。よいしょ。で、ちなみにここが僕とビビのお家。よいしょ。ほい。で、ちなみにこの今肩に乗っけたこの変な生物。顔はとてもブッサイクです。言ってしまえば。はい。見てください、このブッサイクな顔。ただ、この子はすんごく使えるんです。はい。この子をテイムするにはですね、先ほどのように殴ってはいけません。殴ったら、こいつ死にます。どうやってテイムするかというと、今一番下に位置、ま、これ。このマスがあると思うんだけど、ここの、一番右のここに、この、アクアティックマッシュルーム。これをセットして、まあ、キノコを、手掴みで蒸してれば、これそのうち出ますんで。で、これをここにセットすると、セットしながら、野生のこいつに近づくと、餌付けって言って、まあ、三角ボタンを押せばそのうち、ゲットできます。で、ちなみにこいつ肩に乗せると、こいつ、見てわかる通り、アンコウみたいに光ってるんで、あたりをね、照らせることができて、先ほど暗かった廊下がこの通り。はしごもはっきり見えますね。ほら。で、こんな感じね。ちなみに、ここは、98。うん。なんかいる。で、あとなんか、自分のお部屋は好きにしていいのって思うかもしれないけど、ここら辺はもう何にしてもいいっす。はい。何を置いてもいいです。よいしょ。で、ここが外れのお部屋ですね。一番狭いところ。よいしょ。で、こうやって物、好きに置いちゃっていいです。ベッド置いてもいいし、タンス置いてもいいし、焚き火置いてもいいし、あ、焚き火置いても火事にならないんで、大丈夫です。バンバン燃やしちゃってください。で、ここがロード。女の子のお部屋です。ででーん。うん、みんなね、寝方はもう死んだような感じで寝てます。はい。まあ、それちょっと気にせず。よいしょ。で、ここがね、僕のトライブの中で一番廃人の方のお部屋ですね。ぐっちゃぐちゃです。この通りぐっちゃぐちゃです。はい。もうなんかすんごいの旋盤とかあるからね。うん。まあ、こんな感じで好きに使っちゃって構いません。よいしょ。で、あと二人どこに空いてるのっていうのがあると思うんだけど、それはね、まだ作ってないんだけど、ここの中すごく広いんだけど、ここ半分に一回カットしちゃって、ここら辺。ここ半分にカットして、こっちが6マスかな?こっちが5マス。で、2部屋作ろうかなと思ってます。はい。天井結構高めなんでね。結構お広いお部屋になるんじゃないかなと思います。で、ここ2人で、うちのトライブは満員って感じかな。はい。と、まあ、以上になります。はい。まあ、注意事項も言ったし、まあ、食べるものも言ったし、いいかな。まあ、最初はこんなもんですかね。まあ、あとはね、僕のトライブに来てもらえたら、一緒に、好きな恐竜、こうやってね、最初に乗ったもので、僕は別にラプトル乗ってもいいし、犬乗ってもいいし、このサソリ乗ってもいいしね。まあ、それでみんなでね、一緒にレベル上げたり、ここにね、ボスがね、3体いるんだけど、で、そいつを倒して一番奥の方行くと、本当のラスボスがいて、まあ、そいつを倒すにはね、結構、もう、俺とビビだけじゃ無理なんで。多分この恐竜全部使っても勝てないかな。そんなレベルです。はい。なので、それも倒せるように、まあ、今後みんなで頑張ってね、いけたらいいかなと思ってます。まあ、それではね、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。